小蓮寺は、神奈川県鎌倉市手広にある高野山真言宗の、寺院。高野山宝珠院末。詳しくは飯森山尿院小蓮寺と合する。高野山真言宗純別格本山。関東88箇所第59番札所、東国新四国88箇所第88番決願札所、総州21箇所第19番札所。公認10年に、 空海が解散にし、長六年中に、前回が再興したと伝わる。天正十九年には、徳川家康より、手広村に二十五国の寄進を受け、関東団林三十四院の一つとしても名を連ねるなど、徳川氏からは自覚を高く評価されていたようだが、天保四年に起きた火災と関東大震災の時に、寺院が倒壊したことによって、 寺の資料の多くが散逸しており、詳しいことはよくわかっていない。近世初期には、相模国に30以上の末寺を抱えていたが、江戸時代中期以降はその多くが、無重内支配寺となっており、寺院経営は苦しかったようである。寺には、工房大師が寺の裏手にある山で修行をしている、時に、天女から、仏舎利を託され、 翌朝目を覚ますと青いレンゲが一面に咲いていたという伝承が残っており、寺の名前もこれに由来している。なお、飯森さんは、戦後急速に宅地化が進んだ、周辺区域の中でも、比較的豊かな自然が残存しているため、鎌倉市でその自然環境を保護しようとする動きがある。寺は、神奈川県道304号、腰越屋部熱線と、旧江の島道に面している。 かつて旧江ノ島道から小連寺へ抜ける道門が存在したが、県道304号が開通した際に山ごと切り崩され、以降この道門は入り口で封鎖されている。なおこの道門の付近には高神道があり、かつては道門の付近を村の境としていたことが推測される。昭和十五年に住職の草津奈前選手が京都大学寺門関に、 坂へ進むされた時に、多数の末寺が昇蓮寺を離れ大角寺末となる。本尊は、鎌倉時代作の木造工房大師座像で、国の重要文化財に指定されている。この木造は、両膝等の関節が鎖によって結ばれ、動かすことのできる珍しい仏像で、俗に、鎖大師とも呼ばれる。秘仏で毎年大晦日をはじめ年に5回、開帳されている。 この大師像はもともと鶴岡八幡宮にあったが明治に起きた廃仏希釈の煽りを受けこの寺へ移され今に至っている。寺から200から300メートル離れた県道304号線手広交差点付近には工房大師千年菊陽湯が立ち、その脇には椿地蔵と呼ばれる石像地蔵菩薩像がある。 いずれも少年寺住職が管理しており、毎年8月14日に、椿地蔵秋で、祭りが行われている。なお、椿地蔵は、伊母の知恵に源があるとされ、伊母地蔵とも呼ばれ信仰を集めた。少年寺には、江戸時代に二つの達中寺院があったと伝えられている。そのうちの一つ、手広山宝釈院役王寺が、境内に再建されている。宝釈院は、 江戸時代までは、手広、熊野神社の管理運営に当たる別当を務めていたという。宝釈院は、本質的には、地下の骨堂であり、その名残を4月第3土曜日に、聖護衛具大祭が営まれることに乱すことができる。ありがとうございます。